どうもこんにちは、速乾塾のコバです。皆さん、健康についてね、関心がない方はいないと思いますけども、まあ、どこかが痛いとかね、悩みがあるとかね、ちょっと偏頭痛がするとか、腰が曲がらないとかね、様々な悩みがあると思います。またですね、ちょっと血行が良くないんだとかね、シワが出てきたよとかね、それから白髪が増えてきたとか、頭が薄くなってきたよとかね、爪にちょっと鬱血が出てるんだとかね、まあ、こういう風にお悩みの方多いと思うんですよ。 で万能の薬があったらね素晴らしいなと思うんですけども残念ながら万能の薬は今世に出てないんですよこの世に出てないって言い方が何とも意味深なんですけどもあることはあるんですけどもこれがね世の中に出ちゃうと巨大な医療健康こういったウェルネス市場が一気になくなってしまって利権を持った方がねもう瀕死になってしまいますんでこういったね万能薬っていうのは。 出出るような出ないよううなななない感じなんで、すよで、ここに取り出したるココナッツ油。これね、私のね、友人のノクさんからもたらされたものなんですけども、まあ、これが万能薬だって言ってるわけではないですよ。でも、まあ、私のやりたいことがわかりますよね。これが結構効くという噂でございます。でね、私も実際これ試してはいるんですけども、ちょっと使い方がね、使い方が一手間かかるんですよ。というのがこれね、蓋開けるでしょう。 出てこないんですよこれね一定の温度で湯煎して溶かして液体にしてでス,トスプーンに一さじで飲むみたいな感じなんですよねだからいちいち溶かさないといけないんですよ一旦一旦ねこれがねあの私の利用の足かせになっているんですけども今回ノクさんがいろんな解決法を提案して下さりましたのでねそれを参考にこれからもまた続けていこうかなと思います はい、最初の1ヶ月はね使っていたんですけどもだんだん使わなくなってきたと要するに習慣化するまでなんとかね工夫して使えるようなあそういうふうなねルーチンを作っていかないとなというところで今回ノックさんから提案いただきましたんでまたね使っていこうかなというところでございますあの私の場合は肩腰この辺りがねちょっと心配ですえそれからねあの白髪もちょっと増えてきたんでこれでなんとかならないかなと期待をかけているところなんでね もう皆さん私以上に健康状態悪い方は特にこちらの方ご利用いただければと思います動画概要欄にノクさんから頂い,いた動画貼っときますので何この青いなんとかかんとかこの不思議なものは何なんだということはね是非そちらの方をクリックしてノクさんの動画をご覧くださいそれでは今回は以上です